こういうのがあったらええなというのは頭あったから、でそれ以上のもんがあったから、これはええなと。夏場出荷前になったら200キロ以上食うし、やっぱり大容量がええのかなとも思うけど、収穫したら無駄ないさえやらないよね。スケとか黒たりと、そしたら船がこうこんな感じで近づけないとシャクってシャクって、それで一台一台もずっとこんなやっていこうもんだな。その作業とかあと往復の時間だとか結構な人件費になるよ。人いないだけで。まあいろいろやっていくとやっぱちょこ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 やっていった方がね、きれいな気がする。でもやっぱ録画してくれるのに、前やり始めよりやっぱやり終わり見たかったその時食べてなかった調節で食べとったらもうそのまんま、大学習の方で食べてる食べてないっていうのを判断させていて、このような形で緑に立てば餌を食べてるっていうことを機械学習で判断したっていう、その時々で食べてる食べてないっていうのを一つ一つ判断してる。次のそこを汚すのはやっぱり餌の、その無駄にやりすぎに残ったのがやっぱり一番海の底を汚しようみたいな。カメラとあと遠隔操作で全部細かいところでできる。でも海出んでこっち用事しとっても見れるし、けどあと餌の無駄、これがもう目に見えたから、今まではもう行ったらもう帰って食べとるやろうなっていう勝手な考え。やっぱ今から多分な、もう働く人もどんどん少なくなっていくな、もうオール全部給食でできるようになったらすごいけどな、うん、餌だけこう入れちゃったらあとはもう給食か全部判断してな、ああなったねえなっていうのはこうほとんど実現されるよ。1年半で出荷できたけど、その前の年だったら大型2年かかる。これ多分早いね、今度餌のやり方も変えた、海とらやったら変えれるじゃん。